川、4番稲村の関東結束。今関東勢は一つにまとまる時期となりました。足沢が前を回って変幻自在な動き、自在な立ち回りから優勝を狙います。11レースの決勝戦、細切れ4分戦の戦いとなります。先手5番の浅井、中段回っては9番稲川、先行するのか1番の小野、そして後方で7番の足沢。まずは中段から地元小野正義が上がっていく。4日間先行勝負を見せるか1番の小野、ホームに帰って残り2周抑えて先行体制、小野早くもピッチ上げていく。さあ1番の小野の主導権、番手は8番海老根、続くは6番の福田、中段の取り合いは7番の足沢、インコース9番稲川と4番手も据えてる。稲川は包まれて2番の成田は引き、5番の浅井は8番手からまくり、さあ浅井がまくっていく、突っ張りというか1番の小野、逃げる間に番手マーク8番の海老根、海老根が発進できるのか番手から、そして後方からは5番の浅井がまくった、浅井高回転で巻くんで一気に南関東を捉え、後方から7番の足沢、さらには9番稲川も踏み込んでいく。5番の浅井浩太、続く3番園田にとっては絶好展開、かわせるか直線コース、5番の浅井なんとか踏まる3番、しかし振り切った5番の浅井浩太、